こそゆっくり鉄道博物館へ。今回は通過駅が多すぎる急行列車や快速列車について紹介していくよ。急行や快速って特急列車ほどじゃないけど、駅をいくつか通過するから便利なのよね。そんな急行や快速の中に、まるで特急列車のように駅を大量に通過していく列車も全国にあるんだ。青春18切符シーズンになると多くの人が利用しそうね。今回は追加料金不要で乗れる列車の中から通過駅の多い列車を紹介するぜ。なお列車のダイヤなどは2024年2月時点での情報だからな。それでは早速見ていきましょう。まずは東北地方の盛岡駅から釜石駅までを結ぶ快速浜ゆりだな。快速浜ゆりは東北本線と釜石線を通る、営業距離 125.5km の快速列車だ。盛岡から釜石ということは、内陸部から海岸部をつなぐ列車なんだね。快速浜ゆりは主に キハ110系機動車が使用され、1日3往復が運転されている。釜石線には1961年から上野から花巻、釜石を経由して宮古に至る急行陸中が走っていたが、陸中は様々な変更を経て、2002年からは急行陸中が快速浜ゆりに変わったんだぜ。浜ゆりとしての歴史はまだ浅いけど、古くから愛された急行列車の名残を残す列車なんだね。そんな中で最速なのは快速浜ゆり1号で、盛岡駅を8時40分に出発し、東北本線を南下して矢巾駅や花巻駅に停車していくぜ。そして釜石線に入り新幹線停車駅の新花巻駅に停車する。盛岡駅から新花巻駅を42分で結んでいるんだ。新幹線で盛岡を出てから一つ目の駅の新花巻駅までたったの3駅しか停車せず行けるんだね。その後浜ゆりは土沢駅や宮森駅、東野駅に停車して北上高地を越えながら海沿いに向かっていくぜ。浜ゆりはだいたい10分から20分間隔で停車していくが、東野駅から松倉駅は30分以上停車しないぞ。30分以上停車しないなんてまるで特急列車のようだわ。そして釜石市内の松倉駅と小佐野駅に停車し、終点釜石駅に至るんだぜ。浜ゆり1号の盛岡駅から釜石駅までの所要時間は2時間12分で、停車駅が起点と終点を含めて10駅に対して、通過駅は23駅あるんだ。3分の2以上は通過駅ということなんだね。ちなみに朝の8時40分に盛岡駅を出発する浜ゆり1号と、7時41分に釜石駅を出発する浜ゆり2号が、停車駅が最も少ない浜ゆりなんだ。11時台に盛岡駅と釜石駅をそれぞれ出発する53号と54号は、東北本線内の各駅に停車するし、午後出発する5号と6号は、宮森駅と東野駅の間で増沢駅にも停車するぜ。なるべく停車駅の少ない列車に乗りたいのなら、朝一の快速浜ゆりに乗らなければならないのね。続いては小田急電鉄の快速急行だ。今回は特に新宿駅から藤沢駅を結ぶ江ノ島線の快速急行に注目して紹介していくぜ。小田急電鉄は関東にある大手私鉄の一つで、東京都や神奈川県に路線を持つ企業だな。新宿とか小田原、多摩地区、湘南の方に路線網が伸びているよね。快速急行は主に新宿から小田原まで運転される系統や、江ノ島線に直通する系統がある。日中は各系統毎時3本ずつ、平日朝ラッシュ時は毎時6本ずつ運行されているぞ。小田原方面や藤沢方面から新宿に通勤通学したい時などに使いやすく運行されているのね。さらに2018年3月のダイヤ改正では、新宿から唐木田間で多摩線への乗り入れも開始したぜ。こちらの系統は基本的に朝ラッシュ時の下り列車に毎時2本が設定されているんだ。ところでなんで快速急行が運行されるようになったの？それは JR 東日本の湘南新宿ラインと対抗することが目的だと考えられているよ。快速急行はそれまで存在した湘南急行を発展させて2004年から運行を開始したんだ。じゃあ停車駅は少ないのかしら？そうだな、まず新宿駅を出発すると、4駅先の代々木上原駅に停車するぜ。代々木上原駅では東京メトロ千代田線と乗り換えができて、一部の列車は相互直通運転もしているよ。千代田線って都内の中心部を通るから湘南や多摩に住む人からしたらとても便利な駅ね。代々木上原駅を出発した後は一駅通過して古着や音楽の街、下北沢駅に停車する。その後は10駅通過し上戸駅に停車するぜ。10駅も通過するの？都内近郊ではなかなか見ないわ。上戸駅を出発後は多摩線と分岐する新百合ヶ丘駅に停車し、朝ラッシュの快速急行の一部は多摩線に入るぜ。今回紹介する江ノ島線に乗り入れる系統は、そのまま小田急本線を3駅通過して町田駅に行く。町田駅の次の相模大野駅で本線とは分岐し、小田急江ノ島線に入っていくぜ。その後は中央林間駅や大和駅、湘南台駅に停車し、終点藤沢駅へと至るぞ。あれ？江ノ島線って江ノ島まで行かないの？
相模大野駅方面から江ノ島の最寄り駅である片瀬江ノ島駅まで直通する列車は少ないんだ。朝の上りの急行列車と早朝深夜の各駅停車、あとは特急列車くらいしかないんだ。大部分が藤沢駅で分断されていて、片瀬江ノ島駅に行きたい場合は藤沢駅で基本的に乗り換えが必要だぜ。なんで藤沢駅で乗り換えが必要なのかしら？藤沢駅ではスイッチバックが必要なんだ。そうすると藤沢駅手前のポイントを渡らないと、相模大野、片瀬江ノ島それぞれの方向に行けない。つまり一本の列車の遅れでダイヤ全体に乱れが増幅する可能性がある。それなら藤沢駅で系統分断して乗り換えをしてもらおうということなんだろうな。なるほど。新宿駅から藤沢駅までで起点と終点を合わせて停車駅は11駅のみで、30駅も通過するんだぜ。つまりおよそ4分の3の駅を通過していくというわけだな。都心の近くを走る列車なのに多くの駅を通過していく様子は気持ち良いでしょうね。2018年のダイヤ改正前は上りと駅を通過していたため、下北沢駅から新百合ヶ丘駅までの15駅連続通過が見られたんだぜ。上りと駅に停車するようになっても停車駅数が少ないことには変わりないわね。続いては JR 東海の東海道本線を走っている特別快速だ。名前からして速そうな名前ね。特別快速は主に豊橋から大垣間を結んでおり、途中停車駅は愛知県や岐阜県の主要駅しかないぜ。基本的には朝夕のみの運行で、昼や夜は特別快速ではなく新快速が最速達便となっている。愛知県や岐阜県の主要駅って言ってたけど、具体的にはどこに停車するのかしら？まず豊橋駅を出発した特別快速は、4駅通過して蒲郡駅に停車するぜ。その後豊橋を7時台に出発する特別快速のうち、下り2本が高田駅に停車するんだ。どうして2本だけ高田駅に停車するの？高田駅は周りの愛見駅や三ヶ根駅などと比較しても、1日平均乗降客数が倍以上も多いんだ。愛見駅は1日平均2600人ほど、三ヶ根駅は1日平均1600人ほどだが、高田駅の乗降客数は6800人ほどだ。高田町は2006年から駅付近の土地区画整理事業を実施したことで再開発が行われたからなんだ。駅南部の土地はまだ更地状態のため、さらなる発展が期待されているぜ。そのうち全ての快速が停車することも期待できる駅なんだね。高田駅に停車しないその他の特別快速は岡崎駅に停車するんだ。その後の特別快速は安城駅や刈谷駅に停車して名古屋市内の金山駅まで一気に通過していくぜ。その後列車は名古屋駅、尾張一宮駅、岐阜駅と停車していく。愛知県と岐阜県の県庁所在地の間の停車駅は尾張一宮駅、たった一駅なんだ。本当に主要駅にしか停車しないのね。ただ岐阜駅から大垣駅間は各駅停車で、西岐阜駅、穂積駅と停車して終点大垣駅に至るぜ。ここまでの停車駅は高田駅は含めずに、始発の豊橋駅を含んで12駅しか停車しない。ちなみにこの区間は36駅あるため、この特別快速も3分の2が通過駅なんだ。各駅停車になる岐阜駅までで考えると、だいたい4分の3が通過駅ということになるわ。ちなみに特別快速は豊橋駅から大垣駅までが基本だが、時間によっては浜松駅まで運行されるものや、JR 西日本との境界駅である米原駅まで運行される特別快速も設定されているんだぜ。ただ浜松豊橋間や岐阜米原間は各駅停車だから、もし特別快速の疾走感を味わいたい場合は、今回紹介した豊橋岐阜間で利用することをお勧めするよ。ところで JR 東海の東海道本線には快速や新快速も通っているよね。特別快速とは何が違うのかしら？実はそこまで大きな差はなく、刈谷駅と金山駅の間に大府駅と協和駅に止まるかどうかなんだ。つまり JR 東海の東海道線では快速も新快速もたくさんの駅をぶっ飛ばして運行されているの？その通りで、停車駅があまり変わらない分、所要時間もそこまで大差ないんだ。一応特別快速は、ラッシュ時に運行する通勤速達列車としての側面が強いな。豊橋駅から名古屋駅までどのくらいかかるの？最速だと54分で、遅くとも60分くらいで着く。そしてなんといっても車両は313系0番台、5000番台や311系が使用されるため、クロスシートで快適な旅ができるぜ。青春18切符シーズンに重宝しそうな列車ね。続いては名古屋鉄道の名古屋本線を通る快速特急だ。名称に特急とついてるけど大丈夫なの？名鉄の特急や快速特急は、豊橋方面の2両が指定席で追加料金が必要だが、その他の車両は乗車券のみで乗れる自由席なんだぜ。ただここで気をつけなければならないことが、ニュース会は全車指定席のため、乗車券のみで乗ってはいけないことだよ。特急とか快速特急といった列車種別なら大丈夫だけど、ニュース会はダメなんだね。そして今回は快速特急の紹介をしていくぜ。
快速特急は主に豊橋駅から名鉄岐阜駅または新鵜沼駅の間を結んでいる特急の上位互換だ。途中で分岐して名鉄岐阜駅や新鵜沼駅へ結んでいるんだね。ここでややこしい話がもう一つあるんだが、早朝深夜を除いて豊橋駅発の快速特急は新鵜沼駅が終着となっており、名鉄岐阜行きは特急なんだ。そして豊橋駅を終着とする快速特急は名鉄岐阜駅を始発駅としており、新鵜沼駅発は特急なんだ。つまり新鵜沼駅発の快速特急は基本ないし、名鉄岐阜駅終着の快速特急もないということ？そういうことだぜ。だから今回は名鉄岐阜発豊橋行きの快速特急に焦点を当てて紹介していくよ。名鉄岐阜駅から豊橋駅の間はさっき紹介した JR 東海の東海道本線との競合区間にあたるんだ。そのため名鉄も停車駅をなるべく少なくして速達性を持たせていると思うぜ。東海道本線の特別快速は主要駅しか停車しなかったけど、これはどこに止まるのかな？名鉄岐阜駅を出発した快速特急はまず笠松駅に停車するぜ。その後は愛知県に入り、新木曽川駅や名鉄一宮駅、鴻宮駅に停車する。ここまでは通過駅が特別多いわけではなく、急行や準急と停車駅が同じなんだ。鴻宮駅からは快速特急の本領を発揮し、次々と駅を通過していくんだぜ。鴻宮駅を出ると次の停車駅は名鉄名古屋駅で、10駅連続通過をしていくんだ。鴻宮駅から急行や準急と停車駅が異なっているんだね。名鉄名古屋駅の次は金山駅や神宮前駅に停車し、神宮前駅を出ると13駅連続通過と、驚異の通過を見せていくぜ。一気に通過していくわ。そして知立駅、東岡崎駅に停車して終点の豊橋駅へと至る列車なんだ。一つ疑問に思ったんだけど、特急と快速特急は何が違うの？これも JR 東海の新快速と快速の違いのようなもので、新安城駅と国府駅に止まるかどうかだけだな。名古屋市よりも岐阜側では一切停車駅に違いはないということかしら？そういうことだな。ついでに補足すると、豊橋駅から新鵜沼駅まで行く快速特急と特急も、名古屋本線から外れた犬山線内での停車駅の違いはないぜ。じゃあ名古屋駅と豊橋駅の間の所要時間で JR 東海と争っていると思われるんだね。名鉄名古屋本線の駅数は60駅あるんだが、快速特急の停車駅は11駅で、80% の駅は通過駅だ。ほとんど通過じゃないの。名鉄岐阜駅から豊橋までの快速特急は最速79分で走り抜けるんだぜ。そして競合区間である名古屋豊橋間は JR 最速52分、名鉄では49分と名鉄の方が早く着くんだ。名古屋から豊橋間で JR の方が停車駅が多いからこの結果になったと言えるわね。ちなみに岐阜名古屋間は名鉄が28分で JR だと20分で駆け抜けるぜ。このように名古屋から豊橋は名鉄に乗った方が早く着き、名古屋から岐阜に行くときは JR が早く着いたりとライバル同士がバチバチにやり合っているんだ。なかなか面白い区間だね。続いては JR 東海の関西本線や紀勢本線三宮線を通り、名古屋から鳥羽までをつなぐ快速、三枝。JR の区間だけでなく、途中の河原田駅から津駅の間は、伊勢鉄道という第三セクターの路線を経由するんだ。快速三重にはキハ75型という機動車が主に使用されており、快速三重だけでなく高山本線や大田線の普通列車といった JR 東海の広い地域で使用されているぜ。運行区間的に伊勢や鈴鹿、鳥羽といった観光スポットを通るから、いろんな用途で使いそうだわ。主に快速三重は上下ともに毎時1本の運行で、名古屋駅では東海道新幹線との接続もされている。基本的には2両編成で運行されているものの、繁忙期には4両になることもあるぜ。新幹線と接続が取られていて、繁忙期に両数が増えるのはありがたいね。停車パターンは様々な種類があり、桑名駅、四日市駅、鈴鹿駅は全列車が停車する。それ以降の停車パターンが号数によって変化しているぜ。三重県北部の主要駅は順調に全て停車していくんだね。そして鈴鹿駅から津駅までの間に中瀬湖駅があり、ここは名古屋行きの快速三重が3本のみ停車するぜ。ちなみに鈴鹿駅と中瀬湖駅は伊勢鉄道の駅だな。なんで中瀬湖駅に一部の列車のみ停車するのかな？これは駅周辺に太陽の町という住宅街があり、住民たちを名古屋方面に運ぶためだと考えられる。住宅街の需要を取り逃がさないようにしているのね。そして鳥羽方面に向かうと、次の停車駅は紀勢本線の駅である津駅だ。その後津駅を出発すると、松阪駅や三宮線の起点となっている滝駅に停車するぜ。三宮線内では早朝の名古屋行きと夜の伊勢市行きのみが、時田駅、田丸駅、宮川駅、山田上口駅に停車する。
これは快速三重が三宮線内の普通列車の補完的役割も果たしているからなんだ。普通列車だけでは足りないから快速三重が各駅に停車して補っているんだね。そして全列車が停車する伊勢市駅に停車した後、一部の鳥羽行きと名古屋行きは伊豆ヶ丘駅に停車。その後は二見の浦駅に全列車停車、松下駅に一部の列車が停車し、終点の鳥羽駅に至っているんだぜ。今まで紹介してきた列車と違って一部の列車が停車というのが多かったわね。また鈴鹿サーキットで大会が行われる時は、サーキットの最寄り駅である、伊勢鉄道の鈴鹿サーキット井上駅に臨時停車する快速三重もあるんだ。臨時停車はサーキットに行く人からしたらとても助かるわね。そして名古屋と鳥羽間の快速三重の所要時間は最短で1時間43分なんだ。近鉄特急の場合、東北間の所要時間は90分から99分だから、快速三重の方がゆっくりだな。これは快速三重の走る区間の多くが単線であり、列車交換のための運転停車が行われるからだぜ。近鉄の場合は電化されてるし複線だしで、停車駅を削っても近鉄にはかなわないか。快速三重の最速の停車パターンに関しては、停車駅数が10駅で通過駅数は28駅なんだ。70% 以上も通過するなんてほぼ特急列車ね。ちなみに名古屋駅から滝駅までは快速三重と同じルートを通って、紀勢本線の紀伊勝浦駅までを結ぶ。特急南紀の滝駅までの停車駅は、最速列車の場合は一緒なんだぜ。じゃあもう特急と同等じゃないの。ただ一つ注意しなければならないことがあるんだ。何かしら？それは快速三重は途中で伊勢鉄道を経由しているという点だ。青春18切符はあくまで JR の路線でしか使えないため、伊勢鉄道を通る場合は別途料金が必要になる。そうか、河原田駅から津駅まで JR 線経由よりも短い距離で行けるように。JR とは別会社の伊勢鉄道の路線を通っているからこの区間を通るなら追加料金が必要なのね。一応伊勢鉄道の区間に差し掛かると、車掌さんが車内で検索してくれるようだからその時に支払いをすることで安心して通過することができるぜ。青春18切符だけで名古屋から伊勢方面へ行きたい場合はどうすればいいの？その場合は快速三重を四日市駅で降りて、四日市駅から亀山駅まで関西本線を使って亀山駅から津駅までは紀勢本線を使うことで、伊勢鉄道の路線を迂回して追加料金を払うことなく乗れるんだよ。私だったら乗り換えが大変だから、伊勢鉄道の運賃520円を払っちゃうな。続いては京阪電鉄京阪本線の快速特急、楽楽だぜ。快速特急楽楽は京阪本線の最速達種別で、平日は1日1往復で、休日には上りの出町柳行きが4本、下りの淀屋橋行きが5本運行されるぜ。楽楽ってどういう意味なの？楽というのは都や京都を指す言葉なんだ。だから京都への旅を楽楽楽しくというイメージをしてもらうためにこの名称になったんだぜ。そしてその名にふさわしい走りを見せており、大阪から京都市内に人々を運ぶという目的を強く感じさせるような停車駅となっているんだぜ。どんな停車駅なのかとても気になるわ。まず京阪本線の起点である淀屋橋駅を出発し、北浜駅、天満駅、京橋駅に停車する。しかし京橋駅を出発した次の停車駅はなんと、京都市の七条駅なんだぜ。え？他の駅は全部スルー？ああ、これが楽楽の大きな特徴で、本当に大阪市と京都市を結ぶためだけの列車なんだ。とんでもない列車だわ。京橋駅から七条駅までの所要時間はおよそ33分だぜ。七条駅からは祇園四条駅、三条駅、終点の出町柳駅に停車するという列車なんだ。淀屋橋駅から出町柳駅は最速48分だから、ほとんどの所要時間は京橋駅から七条駅の間だな。これは通過駅数に期待できそうだわ。停車駅は8駅のみで通過駅は34駅もあるんだ。4分の3の駅を通過していく列車なんだね。そして京橋駅から七条駅までの間で一気に32駅連続通過していく姿は圧巻だぜ。いつか大阪と京都を移動するときに楽楽を使って32駅連続通過を体験してみたいわ。ここまで通過駅が多すぎる追加料金不要の列車を見てきたけど、どうだった？ JR にも大手の私鉄にもこんなに通過駅の多い列車があるなんて思いもしなかったわ。JR の列車は青春18切符シーズンの旅行をするときにぜひ使ってみてほしいぜ。ただし快速三重に関しては追加で520円を払わなければならないことに注意だ。私鉄の急行や快速も魅力的な列車が多かったからみんなにも乗ってほしいと思ったわ。さてこのようにこのチャンネルでは鉄道に関する話題を解説方式でわかりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録高評価が励みになります。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。